どうも、けいチャンネルでございます。今日もですね、じゃ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 ーん、荷物がまたまた届きました。だー、またもやキーでございます。本当にどれだけ好きなんだっていうぐらいね、よくキーの靴、これもまたね、靴なんですね。ちょっと開けてみましょうね。はい、じゃーん、こんな感じでございます。なんて言えばいいんでしょうね。カーキーって言えばいいのかな、色はカーキーって言えばいいのかな。たまたまセールをしておりまして、同じモデルでブラックもあるんですけど、こっちの方はセールになってたので、でまあちょっとたまには違う色もいいかなと思って買いました。でまあね、よく靴買うんですけど、これはね、あのキーンドライっていう素材を使ってまして、防水になってるんですね。防水になっていて、であのゴアテックスと同じみたいに中の湿気は抜きますよみたいな感じの素材が使われている靴で、まあ、ミッドカットまであるので、どっちかっていうとね、これね、実は僕雨靴代わりに使ってるんですね。雨の日の撮影の時なんかはミッドカットの方が、まあ防水あったらここから中から入ってこないじゃないですかね。でそうすると、で足が濡れないと結構雨の日の撮影って気分もね落ちなくていいので、まあ、そんなのでよく使うので、まあ割に頻繁に買ってたりします。で、実はこれね、同じタイプのこの口ね、普通のショートのカットのやつも前紹介したと思うんですけど、赤いの持ってるんですけど、それがね、とっても履きやすかった。履きやすくて、なおかつ軽かったんですよ。軽かったんで、今回セールになってたので、ミッドタイプも買いましたっていう感じです。で、靴を買ったら一番最初にやることって決まってるの。これ大事ですから、覚えておいてください。一番最初にやるのね、これ。じゃじゃーん。ブイン。防水スプレーなんですよ。防水スプレーを吹きかけておくと汚れづらくなるし、さらにまあ撥水効果もね上がるからいいんですよ。で汚れがねつきづらくなるっていうのが一番いいかなと思います。で、あのこういうさっきも言いましたキーンドライなんていう、中から蒸気は抜きます、防水になってますっていう素材の場合は、この防水スプレーも気をつけないと、防水スプレーによってはしっかりコーティングしちゃうような形になってしまうので、中の湿気を逃がす機能が損なわれちゃうことがあるんですね。損なわれちゃうことがあるので、いろいろねあるんですよ。なんとか系がいいとかっていうのがいろいろあるんですけど、いろいろ難しいですね。難しいので僕はお店の方に聞いて、このホルメンコールっていう、ナノテクがっていう風になってるんですけど、どっちかっていうと防水より撥水の方に力が、寄ってるっていうタイプのものになります。これ、ね、なかなかおすすめでございます。おすすめでございますから、例のヨドバシカメラさんでも、これもともとね石井スポーツさんで買ったんですけど、今ヨドバシカメラさん、石井スポーツさんね、ヨドバシカメラさんの傘下になってますので、ヨドバシ .com でも買えますので、はいはい。まあそんな感じでね、まあ何事も足元からという感じで、物欲の火曜日お届けしました。今日はこんなところでね終わりたいと思います。高評価とチャンネル登録もぜひよろしくお願いいたします。ではまた皆様とお会いいたしましょう。